おい、スナオ。お前部活決めたか？決めてないよな。どうせ帰宅部にするつもりだよな。答えを聞く前に決めつけないでほしいんだけど。あ？じゃあなんか興味ある部活でもあるのかよ？ないけど。ほらな！そんなかわいそうな青春まっしぐらのお前のために俺が一緒に部活探してやるよ。うわ、余計なお世話すぎ。というか帰宅部イコールかわいそうな青春って全国の帰宅部に失礼なんですけど。細けえことはいいんだよ。先に言っとくけど、俺団体行動は苦手だから。あと絵を描くのも苦手。よく器用って間違えられるけど、手先も不器用。目立つのも苦手だから、人前に立って何かを披露する系もやりたくない。まあ大見さんは十分理解してると思うけど。合ってる合ってる。ごたくはいいから部活見学行くぞ。は？今日？俺はこれから用事があって。どうせ漫画読むとかアニメ見るとかそういう話だろ。お前の母親に裏は取れてんだよ。はあ、いつの間に俺の母さんとつながって。ほら、ついてこい。おい、袖引っ張んな。ああ、もう最悪なんだけど。おみさんと同じ高校、よりによって同じクラスになった時から嫌な予感はしてたんだよ。ねえ、おみさん、俺さっき言ったよね、団体行動は苦手だし人前に立つ系も苦手だって。ああ、言ってたな。その人間をアカペラ部の部活見学に連れてくるって、オミさんは人の心がないの、それとも理解力がないの、どっち？どっちでもねえ。俺は俺のやりたいようにやる、それだけだ。なるほど、つまりどっちもないってことね。素直、歌すっげえうまいし、歌うの自体も好きだろ。それなのに何が不満だ？はぁ、何もかも。部活見学に来た子かな。俺は2年生の大里穂波。大きい里に穂を張って波に乗る、で大里穂波だよ。よろしくね。やけにフレンドリーなやつが来たな。里はどっちの里だ？どっち？里山の里とふるさとの里、どっちもあるだろ。え？あ、確かに。新入生に覚えてもらえるように昨日寝ずに考えたのに。てか君賢いね。教えてくれてありがとう。君はなんて名前？ヒサオ。で、こっちがスナ。へえ、二人とも変わった名前だね。字はなんて書くの？あ、めんどくせえな。そんなの名簿で調べりゃいいだろ。おお。あ、大里先輩、すみません。おみさんってちょっとすごく失礼なんです。目上を敬うってことを知らなくて、さすがに高校になったら直そうねって言ってはいたんですけど、俺からよく言い聞かせます。なんで1年先に生まれたってだけで先輩に偉そうにされなきゃいけねえんだよ。あ、ごめんごめん。名簿で調べるなら名字も教えてほしいかなとか考えてただけ。まあそんな細かいこといっか。とにかく歌いたくて来たんだもんね。はい、これが今日の課題曲の楽譜。ほろみ、ちょっと手伝って。あ、はいはい、今行きます。もう少したらパートごとに分かれて練習始まるからね。その辺で楽譜見ながら時間潰してて。あの先輩、悪い人ではなさそうだけど。アホそっつが空気読めなさそうだな。それオミさんが言う。あの人だから良かったけど、普通の先輩だったらさっきの態度即アウトだから。面倒だな部活って。あいつ以外俺たちに声かけてきやしねえし。やっぱやめるか部活。別に部活に所属しなくったって歌は歌えるしな。